次は討伐数を稼ぐぞ。 なんと。 心臓を捧げる覚悟ができて。
助けてもらえたと。そんな夢みてえな話が。夢じゃない。ここであの巨人により長く暴れてもらう。それが現実的に私たちが生き残るための最善策。議論は後だ。あの巨人が暴れている間に補給しよう。 今日も頑張ろう。死んだ仲間のために。最後に勝利するのは俺たちだ。 注目！これよりトロスト区奪還作戦について説明する。まずエレン・イエーガー訓練兵を紹介しよう。彼は我々が極秘に研究してきた巨人化生態実験の成功者である。 巨人と化した彼は、禅門付近にある霊の大岩を持ち上げ、破壊された扉まで運び、穴を塞ぐ。その間、彼を他の巨人から守ることが
諸君らの任務である。嘘だ、人間兵器なんて嘘に決まってる。ここで死ねってのか。俺は降りるぞ。反逆者ども、今この場で叩き切る。わしが命ずる。今この場から去る者の罪を免除する。巨人の恐怖に屈した者はここから去るがいい。そしてその巨人の恐ろしさを自分の親や兄弟、愛する者に味わわせたい者もここから去るがいい。それだけはダメだ。家族だけは。もしウォールローゼが破られれば、もはや人類は生き延びられん。我々はこれより奥の壁で死んではならん。どうかここで死んでくれ。イエガー訓練兵の援護のため、大岩付近の巨人を排除せねばならん。町中にいる巨人は倒すか壁際におびき寄せるんじゃ。俺も行く。頼んだよ。私も行こう。こんなに巨人が密集してるのに倒せるわけねえだろ。うまく壁際におびき寄せよう。私も行こう。そうすれば壁上からの援護の砲撃で倒しやすくなる。巨人が出現して以来、人類が巨人に勝ったことは一度もない。巨人が進んだ分だけ人類は後退を繰り返し、領土を奪われ続けてきた。しかしこの作戦が成功した時、人類は初めて巨人から領土を奪い返すことに成功する。採用されたけど、この作戦で正しかったのかな。同期で座学がトップのお前が考えたんだ。うまくいくだろう。あっちは苦戦してるのかよ。こっちの誘導に引っかからない。おびき寄せられないなら直接倒すしかない。役に立てた。怖くなんかないぞ。落とせたぞ。無縁弾やばいってことだよな。
巨人に邪魔されて補給物資を運べない。物資を持ってきたから使ってくれ。ジャンも補給班だからその辺にいるはずだ。見かけたら助けてあげてくれ。今ならやれるはずだ。もっと頑張らないと。エレンに死なれても困るしね。オニ、怖くなんかないぞ。なぜここに。役に立てた。負けるもんか。救援要請だ。役に立てた。行くよ。助かったよ。アニ、一人で何しているんだ。罠を運んできたんだよ。この辺の巨人を倒すのに便利でしょ。役に立てた。同じ班のライナーたちとはぐれてね。見かけたら私は無事だと伝えておいて。助かったぜ。補給物資を持ってきた。お前も使ってくれ。怖くなんかないぞ。巨人には閃光弾か音響弾のどちらかが効く。どちらが有効か見極めて使うんだ。
で来んな。
なんかないぞ。減らせたぞ。これなら同様の方から縁談が。何か緊急事態か。大岩の周りに貴公子が集まってきています。これではエレンが近寄れません。貴公子が直接叩くしかない。怖くなんじゃないぞ。やがった。飛行士だ。じゃあ進まない。
岩の周りの巨人は排除できた。他の巨人はうまく町の隅に誘い込めている。ここまでは作戦通りだ。エレン、あとは任せたぞ。もうすぐ岩までの最短ルートだ。今見える限りでは巨人はいない。ここだ、行くぞ。人間の比率で考えればあの岩を持ち上げられるとは思えないけど、きっとエレンには私たちを導く強い力がある。エレン、
作戦失敗だ。分かってたよ。秘密兵器なんか存在しないって。失敗したのか。どうして。おい、アルミン。エレン、どうして私がわからないの？いや、作戦は失敗だ。撤退するぞ。待て。撤退はまだだ。回収するまでエレンを巨人から守るぞ。彼は貴重な存在だ。置いてはいけない。作戦を変えて彼を守るんだ。こいつのために今回数百人は死んでる。まだ続けるなんて正気なの？なら教えてくれ。人生を保ったまま人を死なせず、どうやって巨人に勝つ。潰す。そんな方法私が知るわけない。蹴散らしてやる。なら俺たちは人間兵器とやらに命を投げ打って手投げに尽くすしかない。ごめんなさい。ごめんなさい。狙う。しのいだな。しかしそろそろ限界が近いな。罠を起動してくる。高速用の装置だけど足止めには使えるはずだ。俺はもっと前線に出て巨人を食い止める。いや、あのガキは頼んだぞ。
ピクシス司令からの伝令かもしれない。確認して。